ゴリツヤ県は、イタリア共和国フリウリベネツヤジュリア州に属していた、県県とはゴリツヤ。フリウリベネツヤジュリア州における、行政制度再編に伴い、2017年に、自治体としてのゴリツヤ県は廃止された。第一次世界大戦までは、オーストリア・ハンガリー帝国領で、イタリア側からベネツヤジュリアと呼ばれた地域の一角に、あたる。依存と川下流域にあたる。 この地域は第一次世界大戦の激戦地となった。第一次世界大戦後にイタリア王国に編入されたこの地域にはスロベニア系住民も多く、第二次世界大戦後にはユーゴスラビアとの間で領有権問題が生じた。現在の国境線は1947年に定められたものである。標準イタリア語以外にこの地域に話者の多い振り売り語。 スロベニア語では、それぞれ以下のように表記される。県の公式サイトでもイタリア語、フリウリ語、スロベニア語による表記が併記されている。なお、2007年に行われたスロベニア共和国の地方制度改革までは、スロベニア側にも同盟の行政区画があった。コリツヤ県外略図フリウリベネツヤジュリア州の東南部に所在する。県とコリツヤは、 ウーディネの南東3 3トル、州都トリエステの北北西3 4トル、リブラナの西南西7 0トル、ベネツィアの東北東1 1 5トル、首都ローマの北北東4 6 0トルに位置している。南にアドリア海に面し、北と東はスロベニアと接する。この国境線は第二次世界大戦後に引かれたもので。 スロベニア側のプリモルスカ地方とは長らく同一の行政単位のもとにあった。県と合立屋の市街はイタリア側とスロベニア側にまたがって広がっている。隣接する、県隣接する県、及びそれに相当する行政区画は以下の通り。スローはスロベニア領を示す。県を特徴づける地形は県内を流れるイゾンツ層川とカルソ大地である。 県の東北部は、イゾンツォ川が、バレ・デルビ・パッツォと呼ばれる盆地を形成している。イゾンツォ川の南、アドリア海との間に挟まれた一帯は、カルソ大地が広がっている。県北部からスロベニア側にかけては、コ・リオと呼ばれる、丘陵地帯となっている。アドリア海に面した南西部には、セキコグラード型が広がっている。2001年の国勢調査に基づく、 居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。県とコリツヤは東北部のバンレ、デルビパッツォにあるスロベニア国境の町である。コリツヤ県で最大の人口を持つ都市であるとともに最大の人口を持つコムーネである。中部、南部のヒラノブはビシアカリアと呼ばれ、南東部の工業、港湾都市モンハルコーネがその中心である。 隣接するロンキ、デー・レジョナーリや、スタランツァーノなどからなる、モンファルコーネ都市県は、ゴリツヤを上回る人口を要する。ロンキ、デー・レジョナーリには、フリウリ・ベネツヤ・ジュリア空港が所在する。県の最南部、アドリア海沿岸のグラード型紙にはグラードがある。ローマ時代以来の古い歴史を持つグラードはイタリアを代表する海水浴リゾート地であり、当時場としても知られている。 北部の丘陵地帯は、コッリオと呼ばれ、コルモンスなどがこの地域に含まれる。また、県東部のカルソ第一一帯をカルソ地方という。孤立や県域は、フリウーリ地方の一部とされるが、県域のうちビシアカリアやグラードを除く場合もある。フリウリ語に象徴される、独自の文化的なまとまりを形成しており、グラビスカディゾンツォは、県下における、フリウリ文化の中心とされる。 ローマ時代、現在のイタリア北東部には、紀元前181年に植民都市アクイレイアが築かれ、紀元7年にイタリア大重州、ベネツアエトヒストリアが置かれた。現在のゴリツィア域では、グラードはアクイレイアの外交として古代に遡る歴史を持つ町であり、モンファルコーネアコルモンスは、ローマ時代の軍事拠点であった。西ローマ帝国の崩壊後、 この地域は東ゴート王国、西ローマ帝国、ランゴバルド王国、フランク王国などによって統治された。中世世紀から中世後期にかけて、この地域はア悪意令アの壮大思教領やゴリツヤ白国の領域であった。ゴリツヤの名前が最初に記録に現れるのは1001年のことである。1500年、ゴリツヤ白爵家の継承者が絶えると、 ハプスブルク家のマクシミリアン一世が、孤立や白の称号と領地を獲得、1511年にはグラディスカを併合した。以後、この地域はオーストリアによる統治を受けることとなった。ナポレオン戦争期の1805年、プレスブルクの和訳により、孤立や地域はベネト地方と共にフランスの支配下に入り、権益はイタリア王国領の一部となった。 1809年、シェーンブルンの和訳によって、オーストリアがトリエステなどを失うと、依存蕎麦川の東側が、イルリア州に編入された。第一次世界大戦で、激戦地となったサンミケーレ山に立つ、モニュメント1814年のナポレオン没落後、この地域は、ハプスブルク君主国の統治下に服した。ゲルツ博領は、オーストリア帝国を構成するイルリア王国の一部となり、 その後オーストリア・ハンガリー帝国の下で、オーストリア帝官僚キュステンラントまたその一部であった、ゲリツ伯領と称された地域の一部となった。キュステンラントは、イタリア側からは、未回収のイタリアの一部とみなされ、ベネツヤア・ジュリアと呼ばれた。1915年4月、イタリア王国と三国協商の間で、未回収のイタリアのイタリア貴族を取り決めた、秘密協定が結ばれると、 1915年5月23日に、イタリアは協商国側として第一次世界大戦に参戦。イゾンツ川流域の支配をめぐって、イタリアとオーストリアが争う、イゾンツの戦いと呼ばれる、激戦の舞台となった。1918年11月3日、ピラジュスティ急戦協定が締結されて、イタリア戦線の戦いは決着し、ロンドン条約に沿って、イタリアの占領地となった。 1918年11月、この地域を占領したイタリア王国によって、ベネツア・ジュリアの管轄に組み込まれた。戦後の1920年に結ばれた、ラパロ条約とサンジェルマン条約により、この地域は正式にイタリア王国に編入されることとなった。地方文献型のオーストリア・ハンガリー帝国に対し、イタリアは中央集権的な地方制度を導入した。 ゲルツ白領の範囲を統治する地方行政機関として孤立や県が置かれたが、その自治県はかつてのゲルツ白領に比べれば極めて小さなものであった。また、境界線も部分的に変更され、孤立や県には旧カルニョラ広告の一部が編入された。また従来、ゲルツ白領に含まれていた地域の内カルスト地方がトリエステ県にチェルビニアノが ウーディネ県に移されている。1924年に、ゴリツヤ県は、ウーディネ県と統合されて、フリウリ県が編成された。この時、グラードやモンファルコーネなど、県南部の地域は、トリエステ県所属となった。1927年に、ゴリツヤ県が再設置され、おおむね旧県域を管轄することになったが、チェルビニアノは、ウディネ県に、グラードやモンファルコーネは、 トリエステ県の管轄下に置かれたままであった。1922年に発足したムッソリーニ政権下では、この地域の強制的なイタリア化政策が行われた。イタリア化は3つの段階で進行した。第一に、すべての行政がイタリア化され、スロベニア語とドイツ語は公用語としての地位を失った。第二に、すべての教育がイタリア化された。第三に、 公的な場からのスロベニア語とドイツ語の表示が追放された。後には村の名前の解消、公的な場でのイタリア語以外の言語の使用禁止、子供へのスラブ語名の名付けの禁止、スロベニア語の性の強制改正などが行われた。こうした政策は政治的な迫害や脅迫を伴って行われた。1927年にはスロベニア人が運営するメディアや出版社、 文化協会、企業を含むすべてのスロベニア人の団体が非合法化された。出版社としては唯一カトリックヘルマゴラス、協会のみが宗教分野に限り、スロベニア語での出版を許された。多くのスロベニア人の知識人たちは孤立やお去ることを余儀なくされ、多くはユーゴスラビア王国やアルゼンチニへと移住した。1927年以降のファシスト体制下の 孤立や県は政府任命の知事と地方のファシストによって支配された。コムーネの自治は廃止され、公選の市長に代わって知事が任命するポデスタが、その座についた。体制から外れた政治活動を合法的に行うことは不可能となり、ほとんどの市民団体は解体された。一方、1927年には最初の戦闘的な反ファシズム組織であるタイガーが、 地元のスロベニア人を中心に設立された。彼らはイタリア軍施設や行政官僚への攻撃を行い、これに対するイタリア側の弾圧によって地域の状況は悪化した。何人かのスロベニア人の文化人や政治家が逮捕され追放されたり殺害されたりした。著名な犠牲者としてはロージョス・ブラッチズがいる。第二次世界大戦期のゴリ立ヤ県。 第二次世界大戦下の1941年4月、ドイツ、イタリアなどの数軸国軍がユーゴスラビア侵攻を行うと隣接する孤立や県地域もその影響を受けた。チトーラ・ユーゴスラビアのパルチザンの活動は孤立や県域にも及んだ。パルチザンとイタリア軍との大きな衝突も発生している。1943年9月、イタリア王国が単独降伏すると北、 イタリアにはドイツ軍が進駐し、この地域をアドリア海沿岸作戦地域に含めた。1943年9月の時点で、すでに県域の大部分は共産党が率いる人民解放戦線による統治下にあり、パルチザンとドイツ軍の衝突は頻繁であった。ドイツ当局はスロベニア人住民に対して融和的な態度を示し、 公的な場でスロベニア語を用いることが認められた。反共主義に基づくスロベニア共同防衛軍の結成も許可されたが、住民多数の支持を取り込むことはできなかった。一方で、共産党員による政治的暗殺も発生した。犠牲者の中には、共産主義のイデオロギーに反対したローマカトリックの聖職者や反ファシズム活動家も含まれた。 1945年のドイツ降伏時、ゴリツヤ県はほぼ全域がユーゴスラビア人民軍による解放区となっていたが、連合軍の進出とともにその西部からの撤収を余儀なくされる。ユーゴ軍占領下の40日間、数千人のイタリア人が共産党当局によって逮捕され、数百人は殺害された。第二次大戦後の2年間、ゴリツヤ県地域は、 イタリアとユーゴスラビアによって領有が争われた。県域はモーガン戦によって分割され、西は米英軍、東はユーゴ軍に占領された。1947年9月、パリ平和条約によって、イタリアとユーゴスラビアの国境線が確定され、ゴリツヤ県はその面積の二3をユーゴスラビアに割譲した。県とゴリツヤが国境線によって分割されたのもこの時で、 ある。旧ゴリツィア県でスロベニア側に帰属した部分はゴリシュカ地方と呼ばれ、1940年代末から50年代にかけて新都市ノバゴリツァが新たに建設された。イタリア北東部の言語分布ゴリツィア県には民族的なスロベニア人が少なからず暮らしており、スロベニア語が話されている。このほかフリウリ語、ベネト語も使用されている。 県域の食文化は、五立や料理や不リウリ料理などとして扱われる。県域では、県産地等性故障の指定を受けた多くのワインが生産されている。主要なものは以下の通り。コルモンス002003004005006、五立や008グラード010011、モンファルコーネ013014015論キ DL017018019020021022023024025。孤立や県には25のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。それ以外のコムーネ、および面積等の詳細なデータは、全コムーネ一覧参照のこと。右の地図中の番号は、 コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては番号を太字で示した。全コムーネ一覧左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は軽平方メートル。単力色は 現在、スロベニア領となっている地域を示す。イゾン川を渡る鉄道橋県内を走る、RA17 フリウリベネツィアジュリア、空港イタリア北東部の主要都市トリエステと、イタリア北部の諸都市とを結ぶ幹線が県内を通過している。高速道路 A4 号線は、欧州自動車道時 E70 号線としても指定されている。また、ビッテッセで A4 号線から分かれる。 RA17 号線は、孤立屋で、スロベニアの高速道路 H4 号線と接続している。おおむね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内和県外。おおむね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内和県外。ありがとうございます。